毎度皆さんこんばんは、秋葉こと秋広です。今日はね、大阪は難波に来てます。ここはね、あの港町リバープレイスいうとこやねんけれども、周りの感じがね、こんな感じで、ちょうどね、今これ駅上がってきて、ちょうどこのね、後ろのこの建物、これがね、その港町リバープレイスいう建物やねん。ほいで、今日はね、こっからどこ行くんやったら、こっから歩いて近所に、あの地鶏の美味しいお店があんねやんか。ということで、今日は地鶏を食べながら飲もうと思います。ということで、早速行ってみよう。ということで、今ぼちぼち歩いてるんやけども、店の近くに来ました。ここここ、お邪魔します。はい、それ、なかなか雰囲気良さそうやな。ちなみにメニューはこんな感じ。そういうことで、乾杯。うまい。これがね、地鶏亭さん名物の桃のたたき。うまそうでしょう。こんな感じ。たたきね、これこれ。うまそうでしょ。いただきます。この歯応え最高。ものすごかった。これがね、おすすめのチキン南蛮フライ。これがね、チキン南蛮、南蛮フライに、たたき、あ、たたき、たたきちゃん今食いかけたよ。あの南蛮フライにあのタルタルソースね。タルタルソースうまいな。でビールな、うまい。ナンバーフライいただきます。このやっぱり揚げたフライにタルタルソースの相性抜群やね。出たね。いい、最高で、これがね、たたき、たたきうまそうでしょ。いいか、肉食うてる感じでビール、うまい。美味しそうな地鶏の桃やで。これがね、桃、地鶏の桃や、うん、この地鶏特有の歯ごたえ、あのコリコリした歯ごたえね、また普通のあの鶏と違うんやけども、このなんていうの、歯ごたえがたまらんね。ほんでビール、うまい。これがね、せせり焼きやって。せせりね、せせり、首の肉らしい。柔らかい、うん、どっちかというと普通の、桃、あのスーパーとかで売ってる桃に歯ごたえ近いね。うまい。でビール、ネギと一緒に食べる、せせりね、うまいね。首の肉ね、せせりはね、あの柔らかい。でビール、うまい。これがね、鶏のユッケ、鶏
鶏の煮付け、こんなユッケうまいね。いいよ。このユッケと卵の相性最高やね。これでビールやからね。このネギをこのせせりでこう挟んでいただきます。このせせりの独特な歯ごたえもうまいな。あの地鶏言うたらちょっと硬いんやけど、せせりはねちょっとコリコリしたような歯ごたえやな、うん、これがまた最高。これでビールうまい。このさ、鶏のユッケ、ユッケってうまいやんか。鶏と卵の相性が最高やねん。これでそこにビールやからね。相手もた。これがね、地鶏の桃の、あの塩焼きっていうかな、あの桃ね。もうね、結構その濃い塩味があのうまいんやけど、この地鶏ってさ結構あの歯ごたえあるとコリコリするね。だからちょっと濃い味の方がうまい。ほいでビールうまい。こういうさ、キャベツにね、ここにこう味噌あるやん、これこれこれ、こういう濃い味噌、こういう味噌をつけて食べたらうまいと思うね。あのキャベツにさ、この味噌味が合うよね。ほいでそこにどこ行った、あ、ビール、ビール見つけた、ビールうまい。このやっぱり鶏肉のたたきうまいな。たたきたたき、うまい、いいよ、うまいね。桃ね。ここだけだ。この噛めば噛むほど鶏の何だろう、あの味が口に染み渡って、うまい。ほいでビールが進むっちゅうね。うまいわ。ということで今日は地鶏亭さんにお邪魔していっぱい鶏を食べて飲みました。ということで、いつもながらの視聴ありがとうございました。ということでね、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでよかったら Twitter と Facebook のシェアもお願いしますね。ということで、さようなら。